上監督って結局なんでこんなに叩かれてるんや？2年連続最下位やからと思ったけど、よく考えたら1年目の最初からめっちゃ叩かれてたやん。2年連続最下位だからってのは後付けのような気がするんやが。価値観が昭和だから。二遊間放出はバカやと思うに叩かれる対象やろ。別に二遊間の層が厚いチームでもないのに放出した瞬間二遊間が足りないやで。これはにわかや阿部と京田がいても二遊間が足りなかったんや。これは立浪じゃなく編成の問題で。なんならこれする前からめっちゃ叩かれてね。元から叩かれてたからこれが余計に叩かれてた印象なんやが。誰か理由知ってるやつおらんのか？正直中日なんてそんぐらいの興味しかないから。ちな他から見てても戦術が古いなって思ったりする自分とこやったら叩いてるな。別に立浪に限らず結果残せない新監督は1年目からでも叩かれるやろ。むしろ逆じゃないとあかんやろ。なんで新米の方が長年やってるやつより叩かれるんや。中日みたいな弱いチームが新米で結果残せなかったら叩くって鬼畜すぎるやろ。管理職なんてそんなもんや。昭和の考えを持ち込もうとしたからやないか。金髪や髭禁止みたいな。これで選手が怒るんならわかる。なんでファンが怒ってるんや。そんな髭や金髪が見たかったんか。昭和のパワハラで選手が萎縮してパフォーマンスが落ちるクソ監督めって感じなんやない。チーム方針として髭が禁止にされました。なんでそれで選手が萎縮すんねん。ちょっと考えたらおかしいやん。髭金髪は例として挙げてるだけで、パワハラ体質について言及してるんやがわかるか。念のためやけど、Y は立浪監督応援派やで。なるほど、立浪ってむしろパワハラとは無縁な気がするが。この2年でそれは明らかになったけど、1年目はそこまでわかってなかったやん。パワハラ体質でないことがわかっても叩かれ続けとるけど、新庄にしろ立浪にしろ頑張ってるみたいな用語が結構あるの。草プロ扱いされてない。その二人の用語に関しては頑張ってるっていうよりはやろうとしてることは理解できるって声の方が多い気がする。もともとネタにされてたのがネガファンと噛み合っちゃった多戦だけど、ガチで昨年の終盤のスタメン一人もわからなかった。一番最初は予防戦で立浪じゃあかんわ最下位やわ格好そわら本当は A クラス期待できるやろなわらってのもあったんじゃない。初期立浪が気に入らない J が暴れる、中期立浪の監督が下手なのがバレてキレられる、後期お米がなくて一気が起こる。実際これに近い気がするわ。あとここ数年のネットの叩くもの常に探してる風潮とか、好き勝手叩きまくるのが有効みたいな風潮もあったよな。結局球団初の2年連続最下位やし、見る目があるやつが初期から無能やと気づいて叩いてたってのが正しいことになるのかな。野村監督でも阪神で低迷するんやし、順位だけで判定するのは違う気がする。今年次第じゃね。全てを一から耕した結果、焼け野原になるのか収穫できるのか。